シンフォニエッタは、インゴルフ・ダールが作曲した、吹奏楽曲。全米大学バンド指導者協会西部、北西支部の移植を受けて1961年に、作曲。初演は1962年1月12日、ダールが勤務していた南カリフォルニア大学の、トロージャンシンフォニックバンド、ウィリアム・シーファーの式で行われた。初演後改訂が行われ、 1969年に出版されている。ストラビンスキーに影響を受けたダールによる新古典的な手法で書かれている。ダールの作品を代表するものの一つであり、1949年に作曲、1953年に改訂されたサクソフォーン競争曲と共に、吹奏楽作品の中でも特に優れたものとして評価されている。ソリスティックで透明。 色彩的な処方は吹奏楽のレパートリーにおける新たな視点からの貢献であり、後の作品に影響を及ぼしている。ダールはこの作品を生涯描きたかった作品と言及している。元になったのは移植前に作曲に着手していた吹奏楽のためのセルナードで、作曲を始めるにあたってダールはハイドンやモーツァルとベートーベンのセルナードを参照していた。また、 サクソォー音響奏曲が1953年に改訂されるにあたって削除された素材も転用されている。一般的なコンサートバンド編成のために書かれている。三楽章からなり演奏時間は20分程度。楽章単独での演奏も可能とされているが、各楽章の動機や構成は密接なつながりがある。全曲にわたって、歌星や旋律の基礎となっているのは、 AECGDA の録音で、ダールによれば、調整的で、変異調調を軸にしている。女ョトロンドボッカテキア奏曲舞踏変奏曲ワインスタイン、マイケル・エイチ、シンフォニエッタ・フォー・コンセール・バンド・イン・ゴルフ・ダール、ティージング・ミュージック、スルー・パフォーマンス・イン・バンド、ボリューム1、GIA ・パブリケーションズ。 2010p933abcd ワインスタイン p934 レッチエクリストファー・スコットエパフォーマー s& コンダクター s アナリシスオブ・イン・ゴルフ・ダール s4 アルトサクス・フォンウィンド・オーケストラ p8j ギルバートによる調査では吹奏楽レパートリーにおける芸術的な成果とみなされている作品の上位5作に入っている Teaching Music, スルーパフォーマンスインバンド GIA Publications, 1996, ピアニッシモ461から462、ABC Notes for United States Marine Band, マイケル・ジェイ・コルバンオリジナルマイケル・ジェイ・コルバン、2006, ピアニッシモ14から16、アンソニー・リン、The Lives of In-Golf DARP348、AB Teaching Music, スルーパフォーマンスインバンド P462AB ワインスタイン P935 ワインスタイン P937Teaching Music スルーパフォーマンスインバンド P463 ありがとうございます。